はい、メロンです。ポテトです。クラッシュバンディクー4。とんでもマルチバース。やってきまーす。目覚めのジャングルでーす。おはよう。いつも目覚めのジャングルからスタートですか？そうなのかな。クラッシュバンディクーよ。うわ、懐かしい。喋ってる。フルボイスですか？懐かしい。うわぁ、この銃みたい。あの N ってさ、自分でつけたのかな？そうじゃない。あ、クラッシュ本人やってんじゃないんだ。誰これ？懐かしい。え、細おじさんでしょ、あの。あ、俺あれだわ。ワン、ツーしかやってないから。あ、知らないおじさんもしかして。知らないおじさんが多いよ。でもこの人こんな緑じゃなかったかもしれないから違う人かも。光で緑になってる可能性は？ああ、あるかな。え、なんかさ、白髪の細おじさんいたんだよ。いたんだ。うん、でも違う人かもしれない。なんかずっとウンバボーのやつのなんかジャークバみたいな感じ今だね。マルチバースって聞くとさ、最近スパイダーマンのさ、うん、マルチバースみたいな。ああ、確かに。なんか、スパイディーが出てくる感覚になっちゃう。ピーターパーカー。ははははは。何回 It's about time. めっちゃタイトル出るじゃん。あ、クラッシュ。綺麗。あ、パリパリゴリラだ。うん。アクアクって名前なんだ、こいつ。アクアク。ウンバボーか。ウンババ。ウンババ。あの、ウンババが何て言ってるかみたいな。あるんだよね。パリパリゴリラ。パリパリゴリラ。あれ？なかったっけ？あるけど。パリパリゴリラ。パリパリゴリラ。違う時だよね。ウンババじゃない時だよ。やられた時か。そうそう。身代わりになった時の。そうそうそう。パリパリゴリラ。すごい綺麗。ウンババはまあ、ウンババか、ほぼほぼ。多分。ウンババだと思う。私動かせない。懐かしい。四角いスピン一緒だ。そうさ。え？スパイロいる。え？右。お、スパイロ。ポテさんが好きなゲームのスパイロがあるじゃない。ちっちゃい時ずっとやってたやつ。買い直したしね。これどうやったら協力でできるのかな。分かんない。なんか私も楽しみる。あ、そうだね。みんなで遊ぶ。あ、みんなで遊ぶってあるぞ。二人。。うわー、すごい。なんで3と4だっけ、数字なんだろう。ん？交代は、KO も OK にしようか。そうだね。よし。決定！イェーイ！え、これさ、交互ってことかい？そうかも。同時にやるとかじゃなくて。コントローラーは1個？あ、確かに、そこも気になるね。うん、今 HP メロン。KO でも変わるみたいだから、あ、なんかついた。テレビやってる。ほら、懐かしい！めっちゃ懐かしい。変わってくよ。2になった。2だ。3か？うわ。4？ あ、なんか、自石解除した。やったぜ。あの帽子とか。帽子？別に何もなんないのか。右の帽子。あ、わ、かぶれた！行ってみるか。うん。あ、あはは！帽子と混ざりすごい風が吹いた。バツでジャンプ。この辺はね、チュートリアル。あ、絶対これ死ぬやつじゃん。エモ。ふい。ニトロとかあるかな？あるかな。それも当たったら死ぬんだよな、多分。うわー、すごい。懐かしい。一応さ、HUD って何？ん？なんかボタン、何ボタンだっけ？ L。あ、チェックポイント来た。あ、ほんとだ。コントローラー渡すの？ほんとだ。なんかできないのかな、そっちのコントローラーで。これ、コントローラーも渡すのだったらさ、うん。別に一人でやってて。この機能変わんなくね？変わんない。ハテナ。ほぼ補助機能みたいな感じだね。やばい、操作。なんかさ、L1 かなんか押してなんて、あ、これか。これを確認しようって書いてあった。ふぅー！ふぅー！ふぅー！あ、TNT ある。あ。まず、ポンってやってブーってすんだよね、多分。うん。もう一個の箱ってさ、自分で開けなくていいんだっけ？開けなきゃダメかもしれない。懐かしいよ。なんかある。うまあ、間違えた。あれ、上からポンポンした。これ、チェックポイントじゃない？
あ、チェックポイントだけど、前、手前の箱開けなくてよかったのー。交代してから開ける。残ってるか。よし。ここは安全に上から踏むわ。そうだね。私は打ち上げ花火、上から見る花火。私も上から見たい派。あ、アクアクいる。いるぞ。アクアクは普通に壊していいんだよな。うん。アクアクしたぞ。なんか毒が垂れてる。なんか怖い。これ上から踏まなきゃリンゴ取れない。はい、オッケー。私はちゃんと踏みますよ。覚えてなかったけど。うん。怖い。あ、これもか。TNT ある。うん、あ、TNT か、これ。うん、危ね。ここ大丈夫か。いや、いいよ。思ったより範囲狭い。ね。なんか、怯えてる。かわいい。てんてんれんてーねー。ミスリラーか。てーねーねーね。よし、か。いけー、オッケー、ヤッフー。ダブルジャンプ。ダブルジャンプなんてできんだ。お、なんか、ウィー、ビッビルー。すごい。あうや。なんか昔やってたおもちゃでさ、なんか、ボタンを押すとさ、英語の。あうや、ビッビルー。いいのって。何それ言ってくれ。なんか、おもちゃがあったの。英単語を打つみたいな。存在しない英単語をと言われる。何これ。これはジャンプかな。なんか攻撃してきそうじゃない。ね。これ、なんか、今んところは特に攻撃されてないけど、おいウィーウィーウィー正面にも。いや、もうこんなんね、カービィのジェットコースターやった身からしたら余裕ですよ。楽勝楽勝。あ、アクアクキラキラになるか。お、第2段階だ。アクアク第2形態だ。なんかいるよ。うわ、危ないよ。ウィーあれなんか焦らされてる。はい。はーい。いきまーす。マルチ設定にしとけば、今みたいにチェックポイントで、危なーってなってる時も、一時停止してくれるっていうメリットはあるな。あれ、なんか食らったのかな？食らったのかな？食らってないか。なんか毒食らった？食らってないか。カラフルになってる。ね。ピヨーン。メロン側はさ、なんだこれ。長押しでよつ、丸長押しでよつ、うまい。危なーい。メロン側は、ワン全クリのツー、そこそこで、ホテさん側は1から3までやったんだっけ？プレステ2での話だけどね。あ、そっか。プレステ1とプレステ2の話だけどね。これはリメイク版でやったね。そうだよね。スイッチ版はやってないな。あ、スイッチ版も一応持ってはいるんだけど。あ、チェックポイントだ。早いね、チェックポイントが。無視してた。おい。あ、なんか今すごいね。ジャンプして。ジャンプしてさ、うん、こう飛んでたけど、ただの偶然か。ジャンプして四角をしただけじゃない？なんか高くなかった、ジャンプ。こう。あれ、本当だ。これ。普通のジャンプより高い。本当だ。なんかたまたま見つけた。たまたま見つけちゃったね。あの、ハテナちゃんと二段ジャンプもできた。あ、なんか一番高山病手に出たよ。すごい、一番高くジャンプしたんだね。ねえ。あの、ハテナ何？ハテナはなんだ？あ、これあれか？おまけステージ的なやつか。あーボーナスだ、懐かしい。うーわーうーわー、あ、やべ、あ、懐かしい。これあれでしょ。あ、一回しかないんだ。なんかもっとベン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 ってなりやすい。あ、これなんだ？右から行くのかな？なんだろう？あ、あれはさっきのこう、あ、右にあんじゃん。あるか。あ、そんなことできんの？みたい。ジャンプして、丸だ。丸か。ジャンプはなんだって話でね。ジャンプはバッテリー。これは無限に行けるけど、途中で上に行けって話だな。ほい。あ、そう、難しいな、結構。行けんのかな？行けんのか？それか。お！ほい。これで行けないのかな？普通に。あ、行けんのか。高いね。行けたね。じゃあ行けそうだわ。ほい。よっ！わぁ！イェーイ！きれい。ヒューン！これで全部。ここ壊しておくけ。全部壊せた。これ関係ないか。うん。はい、行きまーす。わーい。あ、なんか、リンゴの数によってダイヤが変わんだ。ね。あ、なんか、脇道を行く実績解除しましたね。した。うー。まあ、こんなんチュートリアルのステージでしょ？あ、アクアクだ。でしょうよ。アクアク、あれ3段階だとしたら、なんか無敵モードみたいなのが始まった気がする。無敵モード！あー！あ、交代なのか。しょうもないところで死んじゃった。アクアクいない。
あ、いた。いました。優しいね。第一ステージだからか。ここむず、なんか。お？画面が。いけー！あー、いいね。ふー！今回は、ちょっとね。あ、チェックインとか。いや、そのまま、あ、どうしようか。あ、いいよ、その交代で。一応。わかんなくなっちゃう。そうだね。いい。え、何あれ？すごい。さっき映ってたよ。さっき映ってた？うん。あの、昔懐かしのおもちゃの話してた時にね、ズームで映ってた。え？あ、これ落ちるやつですね。落ちる。左。あ？大丈夫か？お、いけた。あ、これあれだ。あー！じゃあ、リンゴ取ってあげましょう。取ってくれるの？やったぜー。うわー。勝手に、そっちに。これ多分さ、TNT を使ってさ、次の箱に直塗りしろって話じゃないか。うん、え、そうなの？ほら、落ちちゃうんじゃないか。本当だ、落ちちゃう。そういうことか。なるほど。なるほどですね。なるほど、龍一ですね、これは。なるほど。意義あり！はい、はい。あ、違うんだけど。ワニがいる設定だから、水に落っこっちゃうとやられちゃうって感じか。なのかな？いけいけーゴーゴーうぃー間違えたあれ落ちちゃったてかあれ、どうなんだろうね。このリンゴさ、別に上に乗って壊さなくてもさ、箱壊すのが大事なんだっけ。リンゴだっけ大事なの。リンゴも大事だけど、とりあえず箱壊しちゃいいんじゃない。そうだね。あ、いけたいけたいけた。いけたわ、普通に。はい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 。あとは、いけーチェックポイントまで行くだけふぅーオッケーまあ今のところね、パリパリゴリラもいるし、うん、いるでしょう。オッケー、チェックポイント。これって一人でやってもチェックポイントの数一緒なのかな。あー、一緒じゃない。いけー。おー、いいね。一回待ちます。はい。うわっ、おなんかいるよ、毒投げゴジさんがいるよ。あ、死んだ。あれ、化学瓶みたいなので入れてんだね、毒だね。なんか現代的だね、そこは。危ない。こういうやつらってさ、普通、吹き矢とかじゃないの？こっから？あ、今のやつを踏んでやるってことか。あ、あれできるんじゃない？でもこれがあるから、私には。イエーイ。ほっ！おー、いけた！先に編み出しといてよかったね。左っぽいね。左か？あ、間違えた！飛んじゃったけどいけた！あ、下 TNT だぞ。危ない！危ない！スライディングするなんか。あああれ？危なかった。戻ったな。丸からのバツ。うぃー、オッケー。いいね。TNT は踏む必要なかった。あっ！あっ！うぃーはっはっは溺れた。あっ。あっ。結局死ぬんだーい。はい、あれ？パリパリゴリラいないじゃん、今回。いないね。まあ、いても結局意味ないね、ここは。落ちるか落ちないからだから。そうだ。落ちるか落ちないか。うん。俺かローランドかな。違う。あ懐かしい死んだ時のやつ。ローランドか。俺かローランドか。二人だけになっちゃった。あ、ちょっと。交代交代。二人の世界になっちゃった。俺か俺以外かな。俺かローランドか。ローランドはいるんだ。ローランドはいる。ローランドと俺はいるんだ。あ、やばい。なんかしょうもないことしてる。ほい。おい。おい。ここって普通のジャンプ？ 2 段かな？ 2 段だった。普通で行ったら落ちた。さっき。あ、あと箱1個じゃん。あれ、どっかでなんか箱見逃したの、なんか覚えてんな。あれ？気のせいか。もういっか！もういっか。おい。お。やったー！クリアー！包帯番号って実績もクリアしたね。うん。ダイヤと見た目。ダイヤで、なんか。そういうのもあるんだ。コイン要素的な感じだね。うわ、惜しかったね。見た目を解除。箱に関しては。全部やるのと3回以内と3つ。そんなあるんだ。死ぬのは全然惜しくなかった。これが今やってたから、次2ピンになるのかな。どうだろう。まあ見てみればわかるか。うん。なんかビビってんな。あ、私だ。ポテト行きまーす。ポテト。行きまーす。何これ敵？時間？タイムアタック？あ、取れないよ。金色のリンゴの中に。あ、そうなんだ。これ何？何でもないのかな。取れないのか。まあ、無視するか。無視します。あれ、掴めるんじゃない？
掴めんのかな？何ボタン？行けば掴む勝手に。行けば掴むのかな？あ、掴んだ。おぉ。あんなあったっけ今まで。早いね、チェックポイント。ポイーン交代。オッケー行きまーす。行ってらっしゃい。なんかいる。ほら、危ないふぅーわい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 って言ってたら一回逃してたから。なんかすっごい上登ってた。すごい。紐の上まで登ってったから。これは、スライディング。スライディング。さっき私がやっちゃってた。るんですね。はい。はい、今です。TNT。TNT 使って、はい。これ登れるか？すごい、登れる。イエーイ！なんかマンゴーみたいな。あった。行かなくなる。行ってらっしゃい。行きまーす。よいしょ。一回殴ったら止まんだね、今のゴリラは。あ。あれ届いて止まっちゃった。オッケー。オッケー、牧場。オッケー、牧場。よいしょ。ういすごい登る。うぃはぁ。うらはぁ。うらはぁ。はい。まあ余裕よ。余裕よ、こんな。あ、あれなんだ？いきますよ。そっと。ね。あ、いけ。アクアク。今のためのね、パリパリゴリラだから。ほらー。なんかさ、調整したくなっちゃうよ、ね。はい。危ない！お、何これ？チェックポイント踏んだ。あ、チェックポイント踏んだのか。踏んだ。おいー。よし。しょうがない、私の出番ですか。あ、TNT が下にあるから、あれはどうやって立ったままスピンやれば大丈夫なの。おーあれあれ苦手かピンポイントでやるの。いけるよ。でもさ、優しいね、うん、下に黄色い丸が出るような。あ、そうなんだ。ほら。優しいね。飛んだ時に。小手さん用につけてくれたんだ。あ、おー、いいね。あ、チェックポイントだ。埋めた。踏む練習してた。はい。はい。なんか左下にいた動物が。ほら。何あれ？なんか思ったより可愛くなる。アリクイ？え？アリクイみたいな話だ。死にネズミ。ネズミ？わかんない。どっちにしても思ったより可愛くなかった。ね。あ、これあれだ。スライディング。一回普通に行ってみようかな。あ、ピヨピヨはするけどいけるんだ。食らってなかったんか今。これってスライディングで倒せないのか。おお。でもワクワクがいる時じゃないと試したくない。おい。あ、おお。危ねえ。あ、ボーナスあるよ。道の道でーす。行ってきまーす。行ってらっしゃい。ポー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 。ポーン。こういうことでしょ？そういうことです。はい。はい、はい。あ、あ、丸を押しながらダブルジャンプ。あ、ダブルジャンプ。オッケー。それってさ、うん、壊れない箱なのか、あれは。多いね。あー。それ先に四角を押すのかな？ん？四角でさ、下のやつ壊、あー。ふい。先にこっちをやってからだよな。そうだね。はい。あ、やべ、降りちゃった。はい。はい。で、はあ、はい。はあ、はーい。はい。で、四角を押して、はい。はい、よし。ぷっ、はい。ぷっぷ。ここなら大丈夫でしょ。ね、一応飛んでみた。はい。リンゴ、リンゴ、ゴリラ。ニトロないね。あ、ないね。まだ、TNT だけなのか。TNT には二つ目だから、そんなに難しいのはないんだろうね。はい、オッケー！イェーイ！あ、まだ俺か。そうだよ。隠しがあると長いね、一回が。そうだね。はい、はい。わーい！これ隠し通ったことになる？ちょっと一回行ってみる？あ、行けないから、大丈夫だ。行ったことになってんだ。さあ。お！お！おぉ、あ、チェックポイントだ。はい、はい、交代。このシステムどうだ？はい、はい。またいる、はい。はい、はい。とりあえず先に行っといて。うわ、すごい。うわ。うわ。これ全部いけるか？うわ。うわ。持ち回りで行きますか？
こうです。大丈夫か？大丈夫か？いきまーす。これ結構難しいよ。間違えちゃった。あんま悩んでもしょうがないから、もう行くわ。で、こう行って、こう行って、ここは TNT だ！ TNT だから、こうします。これも TNT。あ、これも TNT じゃなーい。あぶね。バイバーイ！甘ーい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 ！ここで、1個目は普通に壊しています。で、これも、よいしょ。で、これで次のとこ行って、はい。はい、はい。タイミングずれちゃった。いけいけ、手前だ。はい。いけー！あ、あー！あー！あー！もうほぼ答えみたいなもんだったからね。まあ、見せてくれた。次でいけるでしょ。お？よし。フォームアップ完了した？うん。いけるか？分析完了。お、データキャラになってる。何？いきますよ。はい。早すぎたね。どうやら。いやー、どうやらね。これで行ってみる。時代が早すぎて。危な。お？お？怪しいな。あれ？怪しいな、動きが。おー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 おおおやるぞー。危な。なんか怖いんだよな。あの、回転でやろうとするのが。下に TNT あんの。あばん！どうやって行ってたの？あ、そっか。こうやって行ってたの？あ、これ TNT だ！危なかった。見せてもらいました。もうほぼ怖えな、あの行動。毎回やってるの、あれ。いけーいけーいけーおー、上手だぞ。早すぎた。はい、いや。よいしょ。ほい。そろそろね、カットが入り始めるかなんですけど。いけ。いけ。うい。いける。あ、危ない！ふぅーふぅーふぅーもういけた、もういけたじゃん。声が出てない。声が出てない。イェーイ。やったー、おはよう、おはよう、おはよう。そんな、すっごい雑な取り方した。なんか嫌そう。あれ？なんか回った。あ、これまずいな。まずい。いいよ！あ、道連れした。しかも先に落とした。誰これ？テケテケ。うわー、なんか出たー、怖っ。うわぁ、何鳥っていうんだ。あ、手前に進むやつだ。いや、俺がやるんか。白熊のやつみたい。あ、やべ、リンゴが。逃がしちゃったー。白熊のやつ。ね。でも難しいんだよね。このさ、後ろに逃げてく形式はさ、クラッシュがなんか初なのかな、確か。あ、そうなんだ。まあでも確かにめっちゃなかったもんね、こんなの。あ、チェックポイントでーす。いやだ！頑張れー。白熊と大玉があったよね。あったね。今のところ、箱は全回収できてる。シューお、あ、箱は全回。あ、箱、箱に、箱箱を断末だ。あ、リンゴが。あ、やべ。あ、大丈夫か。何にぶつかったんだ今。何にぶつかったんだろう今。あー、オッケーオッケーオッケー。いや、いいよ、一回で。こんなんいけちゃうんだから。いけちゃうね。いけちゃうまん。あ、いけちゃうまん。リンゴ、リンゴ、ポリだ、まあ、今回、木はないバージョンにしてるから、せっかくならね、箱は全部集めていきたいよね。あ、終わっちゃった。次考えてたら今、なんだってなった。なんだ？何してんだ？あ、チェックポイント。あ、チェックポイント。いけた、取れました。さすが。今回。いくぜー。ほら、これはチャンスでしょ、絶対。ふぅー。オッケー。リンゴはそこそこにして。箱箱スライディング。あ、これ上じゃないよー。下だよー。箱。あ、下だよー。危ない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 。危ない危ない。怖い。怖い怖い怖い。箱。箱箱。うわ、いっぱい。箱ボーイ。箱ボーイ。箱がある。箱ボーイ。うわー、死ぬんかーい。もう見えたから大丈夫でしょ。大丈夫かな。いけるよ、いけるいける。ジャンプでした。何？ここ穴あるの？穴ある。あ、ここ穴あるの？段差だけだと思っちゃった。飛んじゃった。大丈夫。あ、いけたわ。来てくれ。ほい。
来てくれる。穴か。本当だ、穴だ。ほら、ほら、ほら。おう、ワフー、ウェーイ。行け行け行け。行っちゃえ行っちゃえ。どんどん行っちゃうぞ。行け。ほらほら。いいぞ。これで終わり。終わりだ。終わりだ。終わりだ。イェーイ。わあ。全部回収。やったー。セルフ回転。いけた。イエーイ。アンバランスなバランスっていうトロフィー獲得した、ね。めっちゃ死んでる。見た目を解除。あと2個だね。タイムアタック解除した。やったー。わあ。わあ。崖だよ。どうする？え？どうする？ダメ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 。高いとこ嫌いなの。あ、ウィー！ウィー！あ！もう一人の子だ。懐かしい。へえ。出てた。怒ってた。あ、かぶってる。あ、喋ってるもんね。あれじゃん、ジョジョ。うん、ジョジョ？仮面。あ、吸血鬼の仮面のこと言ってる？時空の割れ目。え、あれ？でもウンボボたちはさ、先にこの辺にいたんだよね。いた気がしたね。いつも閉まってんだ。こいつを通って。こいつは何者なんだ？ダリノは。眠ってたね。大変なことをやらかす前に、なんとかしなきゃいけねえからな。お尻プリプリしてる。あんなに上半身だけでかい。お尻もプリプリなんだ。ね。さえ完成すれば、時間と空間を操る力。だんだんだん。なんか悪いことしてんのかな。あ、そういうわけじゃない。な誰あれ？あ、あのおじさんのこと言ってたかも。初めて見るわ。いや、見たことあるのか。この右のおじさんはあると思う。あ、なんかあるかも。多分割と最初からいた気がする。見た気がするレベル。あ、時空の割れ目だ。ほんとだ、いっぱい割れてる。カービィ出てくる。あ、自分から行くのか。あ、一人一個なんだ、時空の割れ目って。この人やっぱ知らない人だ。新しい人なんだ。かもね。それか覚えてないだっけ。わあ。わあ、ちょうどマップ選択が出たからちょうどいいぞ。ね。うわーい。あ、クラッシュとここ切り替えてやったね。へえ、こうやって次元の割れ目で移動していく感じなんだ。へえ。ああ。あ、繋がった。わあ。ブラックホール。よい。シューした。四角で切り替えるんだね。2084年だって。え、未来。ね。クラッシュ。よし。じゃあちょうど最初のマップもクリアしたところだし。うん。今回はこのくらいにしとこうか。はい。次回はせっかくだからこっちの見た目でやってみるか。いろいろそうだね、試してみよう。ねえ、ココ。うん、ココちゃん。次回はココでやってみようかね。はい。見た目もそのうち解放できるなら、増やしていきたいね。うん。終わりー。終わりー。